ね、自転車が倒れてます。で、現場解体作業中作業の、ね、あの防音シートなんですけど外れてますね、上の方が。はい、あ、これがわざと壊してるんです。あ、そうなんですね。はい、あ、これがわざと風が通りやすいようにしてるんですね。そうです、あの倒れるために。やってるんですよね。プロフェッショナルが。はい。はい。いつもね、あの夜は人で賑やかなとこなんですけどね。カラオケ屋もね、今日は台風10号ということで閉まってますね。で、カニ道楽は通常営業ですね。そうですね。はい。一応、通りはね、こういう感じ。はい。イコットニコットのね、方も、下にあるカフェは真っ暗で、あー、イコットニコ、中は、人はいます。人はいますね。はい。一応、はい。上のツタヤとか、そのブックストアの方は閉まってるみたいですけど、はい。ウノバスなんですけど、全部運休ということで、そうですね、書いてますね。台風15号接近による伴う運休のお知らせということで、始発便より、明日の始発便より、運行予定ということですね。おそらくこのね、岡山のバスも同じような感じだと思います。セブンイレブンのね、臨時休業ということで、はい、これがね、岡山駅の、地下のね、切符売り場なんですけど、お取り扱いはしてないみたいですね、今ね。こっちも封鎖されてますね、完全に、うん、封鎖されて、もう駅関係のお店は全てね、全部タクシーが止まってる。なんかその岡山の物産のやつをしようと思ったんですけど、そのイベントが中止ということで。はい、これからねちょっとイオンモールの方へ行ってみようかなと思います。一応情報ではそのスーパーとか映画館をやってるということで聞いたんですけど、実際どうなのかちょっと調べてみようかなと思います。ヨモールに、あ、フードの方も1時で終わり。うん、死ねばよって。
はい、イオンに行きたいんですけど、かなり大回りな感じで近くからは来れんからね。近くからは無理みたいですね、うん、はい、はい、こっち側かな。いや、こっちですね。どんどんなんか出ないんですよ。なるほどね。はい、というわけでね、はい、岡山の、街の情報を、ね、ちょっと発信してきました。そうだね、っていう感じで、ちょっとね、うん、電車の方なんですけど、明日になってもね、ちょっとまだ未定ということで。ですね。はい。はい、で、1時現在で、岡山なんですけど、一応避難準備、うん、で、高齢者等は、避難開始ですかね。そうですね。っていうのが出てたんで、はい。またその気象、そうですね、台風情報をよく見て、ね、避難を、はい、できるようにしておいてください。はい、というわけでまたお願いします。はい、では失礼します。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。